今回は「優しさの研究をしている人はどこにいるのか」というお話をしますね。私の先生も斎藤ひとりさんも「成功している人は優しい」と言っています。ということは成功者って優しさの研究者ということになりますただ成功している人ってすっごく少ない。ということは優しさを研究している人は でも私出会っちゃったんですすごいでしょう私は幼少期からずっと独父さんと独母さんに自信をなくされるような言葉とか態度をかけられ続けてきたので自分をすごいと思ったことが人生で一度もありませんやっとこうして YouTube で 私すごいでしょって言えるようになりました YouTube を聞いてくれているあなたも自分のことがすごいと思えないかもしれないそれは私と同じように特定の一人に被害を受けている可能性が高いです子供を考えてみてくださいちっちゃい子供ちゃんって見て私僕ってすごいでしょうって 自分のことを褒めてる。私の潜在意識は約40年間独父さんと独母さんに自信をなくされてきたので簡単に書き換えることができませんそんな私も自由意志っていうものを使って意識で「私ってすごい」と言葉に出せるようになったので YouTube を聞いてくれているあなたもできるようになりますよ 今回はこれで終わりますね。また来ますね。